医療文書作成支援システムの分野スコモデルの改善と題しまして、自然言語処理研究室の松本が発表させていただきます。こちらは目次になります。本研究の背景としまして、電子カルテ化の普及が挙げられ、一つに電子カルテ化の普及が挙げられます。2014年から2015年比での導入率が 3.3% 増しで 27.8% という報告があります。しかしそのような背景にもかかわらず、医師にとって最も負荷が高い間接業務が医療文書の作成であるという報告も挙げられます。この2つのことから文書作成の負荷軽減が求められます。医療文書作成支援の現状としまして、2種類の、ソフトウェアが、存在します。一つにテンプレート型、これは穴埋め形式のテンプレートを利用し文書を作成を行っていきます。もう一つにリコメンド型、これは入力文に対して次に続く文、自分の順位付けされた候補集合を出力させます。テンプレート型においての欠点としましては、全てがキーボード入力により、入力する語彙は、ユーザーの記憶に依存することによります。そしてリコメンド型においての利点は、マウス入力で、操作が容易になっています。この後者のリコメンド型の、一つにワイズチェーンが挙げられます。このワイズチェーンのシステムは主にこの2つのコンポーネント、入出力コンポーネントと自分候補リストのコンポーネントから、成り立っています。この入出力コンポーネントに、文を入力すると自分候補リストが更新され、その次に続く文、自分が候補リストに生成されます。そしてその自分候補リストから文を選択すると、入出力コンポーネントに入力され、さらに自分候補リストが更新されます。このワイズチェーンシステムのアルゴリズムとしまして、主に2つあります。一つに分類自動、これは文中の単語文字列の一致による分類自動を計算し、ある式位置以上の文を、自分候補の対象として、出力します。もう一つに用例ベース、これは用例に基づく自分候補を生成し、文書データ、生成します。これは文書データにより同文に続く自分を自分候補の対象として、出力します。このワイズチェーンのシステムにおいて、2つの問題が挙げられます。一つに候補数問題、これは、先ほどの入力新拡大あり背景に心不全を疑いますという入力に対しての、候補が40候補以上出力されます。このように、選択候補が多いことによってユーザーの操作に支障が出ます。もう一つの問題としまして、順位付け問題が挙げられます。新拡大あり背景に心不全を疑いますという入力は、心臓に関する、文に対して、この生成されている候補を見ると、心臓に関連する文ではなく、腎嚢胞を認めます五臓に関連するような文が、上位に来ていて、その下に、心臓に関連する冠動脈の切開化ありという文、自分の候補が、順位付けされています。このような問題を背景に、本研究の目的としまして、用例を用いた文訳システムの改善を行います。これは関連度の高い文を上位に引き上げることを目的とします。この関連度の高い文の抽出方法としまして、テキスト解析の改善、そして医療用語の表記頻度をもとに候補の生成を行っていきます。この研究に関しての関連研究は、
関連研究としまして、医療文書作成支援の研究は多くは見られません。しかし製品ソフトとしての開発が多くあります。研究面では医療文書生成タスクを分生成に主軸を置いて研究されています。そして、自分の予測という点においては分単位での予測は多く研究されておらず、代わりに単語予測、次に何の単語が、来るかなどの研究が挙げられます。次に、今回、本研究で、構築したシステム全体図がこのようになっております。入力文に対して予測システムを介して自分候補を生成していきます。このシステムで扱うデータに関しての説明を行います。使用するデータは放射線画像より読影された診断書と、診断書データとして13,000文書、その各文書においての平均文数は10文、そして文種類数として25,000文となります。この文種類数というのは全データ中出現する文のユニーク数となります。このデータを見ると、各文において医療用語が含まれていることが分かります。このように医療用語が各文に含まれているため、医療用語の系列による予測モデルを構築することを考えました。予測モデルにはバイグラム、トライグラムの構築を行います。バイグラム、トライグラムというのは、N グラムを元に、データ系列から取り出した、2単位、3単位での連接する用語となります。本システムにおいての、最初の用語検出について、説明を行います。背景としまして、先ほど挙げた診断書例となりますけれども、こちらに、先ほど言いましたように、各文に医療用語が、多く含まれています。この、医療用語が含まれた文を既存のテキスト解析ツールを使って、解析を行うと、このように細かく砕かれてしまいます。そのため、このテキスト解析ツールの改善が求められます。改善方法としまして2種類挙げられます。辞書の拡張、検出機の構築、この2つが挙げられ、辞書の拡張においての欠点としまして、これは高コストが挙げられます。そのため今回検出機の構築を行います。検出機の構築には系列ラベリング問題を機械学習で解くというのが一般的です。この系列ラベリング問題とは、あるデータ列に対してラベルを付与していく問題です。この手法としまして、条件付き確率バーを利用しました。これを利用した理由としましては、すでに医療用語検出での高精度が、報告されています。この、条件付き確率バーで解くにあたってデータ構築が必要となります。そのため、今回は2000ランダムに選んだ2000文に対してタグ付与を行ってきました。タグの種類としまして、こちらに挙げられる6種類があります。それぞれにおいての種類数はこのようになっています。このデータを用いて検証実験を行いました。検証実験としまして2000文での10分割交差検定を行いました。結果としまして適合率 92.5% を得ることができました。この用語検出の次に、を使って予測モデルの構築を行っていきます。予測モデルは各文に対して用語を抽出していきます。その用語
抽出された用語から直接集合を構築し、そこからバイグラム、トライグラムのを取っていき、その頻度を測ります。これを用いて予測を行う手法としまして、文中に入力文の文中に存在する用語を取得し、その先ほど取得したテーブルの自分用語に属する用語をが含まれる文を候補とします。入力文に複数の用語が含まれる場合においては、各用語に対してテーブルを構築し、候補を生成していきます。最後にその候補を和結合で結合させていきます。このように、構築したシステムを使って実験を行いました。実験設定としまして、1万3000文章に対して十分割降参検定で評価を行います。設定としまして、1文ずつ読み込み、自分を正解文とします。ベースラインはワイズチェーンのシステムを利用して50文章の379文に対して評価を行いました。今回使った評価方法は3つ、これらの3つになります。平均逆順位、全体被覆率、プレシジョンアット N。 平均逆順位というのは、各文章に対して得られた、自分がその候補に入っている場合において、その順位を逆順位で、評価を行います。全体被覆率は全体の分数に対して、生成される候補の中における予測できた分数の割合になります。プレシジョンアット N というのは、候補上位の25件中に正解文がどのくらい登場したかの割合となります。実験結果となります。全体被覆率としまして、ベースラインが 93% に対して、バイグラムのクローズドでは 100%、 オープンで 95.1 という結果が得られました。平均逆順位においては、ベースラインが 0.07 に対して、バイグラム、トライグラムにおいて、有益な結果は得られませんでした。P アット N に対しても、ベースラインが31だったのに対して、バイグラム、トライグラムにおいては半分にも届きませんでした。この実験結果に対しての考察としまして、バイグラムモデルにおいてのカバー率の向上が認められたんですけども、画面内被覆率においてベースラインを超えることができていません。これは、頻度ベースとな、用語の頻度ベースとなるために、同じ用語が含まれる入力に対して同じ出力が得られるためだと、考えました。そのため、異なる、並び替えの方法が必要かと考えました。そこで行った追加実験としまして、内部ベイズを用いた、並び替えを行いました。これは14万文に対してテスト文2万2600文をテストにしました。組成としまして、内容語、左辺名詞用語が含まれる内容語、そして否定要素を使いました。追加実験の結果がこのようになります。ベースラインとしまして、ベースラインは 0.07 に対して、追加実験で行った結果のによる向上は見られませんでした。まとめに移ります。本研究では分予測のモデルの改善を行いました。改善点は、CRF 手法を用いた用語検出機の導入、そして検出機での、精度は 92.5% を得ることができました。分予測では全体被覆率の向上が得られました。しかし、P アット N ではさら、なる改善が求められる。
以上で発表を終わります。